ヘロー。あんまりなんか全然映んないね。運転しながら撮ろうかなって思いよるけど、 iPhone が大きいやつだからさ、全然角度的にちょっとおかしい。切れてしまう。今日はカフェに仕事をしに行く人である。そうだよ。天気よく見えるね。まあ、天気いいけど、でも私革ジャン着てるわ。でもね、16度です。2時ぐらいで。そうこうしないと。そうね、なんか難しいよね。でもこれ以上もうさ、こっちに行かない。久しぶりの運転だね。髪の毛が明るく見えるね。光に当たってるから。もう風がもう聞こえないか。風が強いもん。ブーって感じ。まあでもサンフランシスコはもうそれが普通だからさ、もうしょうがないよね。あ、この間ね、このね、サングラスのここがね、外れたわけ。で、なんかすっごいちっちゃな、あの、ネジが取れてたわけ。で、その、すごい小さなネジを止めるメガネ用のスクリューをさ、買えばさ、いいんだろうけど、なんかめんどくさくってさ、なんか直してくれるところないかなと思って。私アメリカでは初めてだから、そのメガネ屋さん行くので、家の近所にメガネ屋さんがあったから、そこで直してもらえるって言いに行ったのね。で、結構お金取られるかなとか思ったんだけど、だ 2、3分で5ドルで終わったから、あ、よかった。なんか日本だったら勝手がわかるけどさ、まあ、とは言いながらも、もう数年住んでて、メガネ屋さんに一回も今まで用事がなかった。目はいいからね。そうなの。目はね、悪くないからね、助かってんだけど、あの、逆になんか、なんだろう。日差しに弱い目らしいから、すごい眩しいわけ。眩しいも、室内でも眩しいし、夜映画見るときとかさ、あの、サングラスかけて見てるもん。主人はそのまま見るじゃん。私はサングラスかけて見てる。パソコンとかで映画見るとき眩しくて仕方ない。そうなんだよ。変だよね。家でさ、夜さ、サングラスかけてさ、映画見て。だからなんかアメリカのジーンズみたいな、なんかすごいなんか安い通販のメガネサイトで10ドルぐらいの、あの、薄いメガネ、黒率が 10% ぐらいね。まあカスタマイズできるんだけど、それはずっと何、室内とかでもさ、最近かけてるのね。なんかよくインスタとかでも私の載せてるけどさ、そう、あれでね、だいぶなんか、うん、良くなった気がする。なんかすごい目をいたわってるって感じする。なんか私みたいな、なんか結構いつもまぶしいんですけどっていう人はそれでもいいかもね。ただちょっと怪しいって言われるけど、なんか、うん、薄いサングラスかけてるからさ、なんか怪しいって言われる。日本人ではね、アメリカ人では何とも言われないけど。でも私、日本でもさ、夕方ギリギリまでサングラスかけてたから、外出る時とか。でもに日本だとさ、あんまりサングラスかけてる人いないじゃん。だからなんか、何お前調子乗ってんのみたいな感じだよね。もうこっちだとさ、カリフォルニアだし、特にさ、もうみんなサングラスかけてるからさ、むしろかけてない方がなんでかけないの、眩しくないのみたいな感じだけどさ、そう、日本だと
私曇りとかでもかけてるから誰君みたいな。しょうがないじゃんね、虫いい目だからねって思ってる人が他にいるとしたら、その薄いサングラスはおすすめ。うん、だいぶね、だいぶいい。暗くなっちゃう。見えるかな。よいしょっと。じゃあちょっとカフェ行ってきます。短かったけど、またね、次ね。ハロー。これはね、違う日、次の日、さっきの動画の次の日です。今日はね、家具巡りしたの。私が家具買いたいわけじゃなくて、なんか弟分の子が家具一式揃えるとか言ってさ、ピンクさん時間ありますか言うから、いろいろ行ってきた、回ってきた家具巡り。そうで、さっきその子降りたから、そうドライブを継ぎ出しております。はい、これさっきの動画でさ言ってたさ、あの何 10% だけの黒の色が入ってるメガネ、これ10ドルちょっとだった気がする。いいよね、なんかあんまり化粧しなくてもちょっとなんかごまかせるっていうな、まあ、今日はしてるんですけれども、そうすっぴんでこれとか、すっぴんにこれにハットとかだけでもさ、まあ様になるって感じではお気に入りでございます。目にもいいし、いいと思う私はね。これもうないけど、タピオカボバティ、タピオカってこっちボバって言うからボバティ、これでスモールだからね、これでスモールだよ。スモールはラージって言われてさ、ラージってどのぐらいラージなのって言ってさ、あのぐらいでよって言われてパッて見たらさ、超大きかった。マックかよっていう。だからスモールでこんなに大きい。サンフランシスコさ、マックさ、まあ、もちろんあるんだけど、なんかね、治安が悪いのね。なんかホームレスとか、すごいお金がない人が行く感じで、治安が悪いところにマックがあるのか、マックがそこにあるから治安が悪くなってんのかわからないけど、すごい治安が悪いの、もう絶対行きたくないって感じ。日本とは全然違う、そのマックっていう感じが全然、なんかメンテナンスしてる感じがしないし、その建物自体もなんか結構ボロボロ雰囲気なの。怖くて行けませんけど、マックのラージぐらい大きいラージだった。これのラージがね、全然だからマック行ってないな。なんか、うん、マックのポテトとかナゲットとか好きだったけどさ、前さなんか変なのが入ってるっていうことなんか出たじゃん。なんかそれからなんか食べれなくなったよね。あー、怖い。
私は家具一式揃えてから2年ぐらいは経ってるからさ、もうさ探すことなんてないじゃん。だからなんかすごいね、新鮮な時間だった、楽しかった。いい感じ。ということで、あのお家に着きましたゆえ、これで動画を終わります。じゃあまた次に、バイバーイ。